はいどうも、皆さんこんばんは、モッティでーす。今日もやっていきましょう。ポケットモンスター、オメガルビーアルファサファイア、シングルフリー、ファイナル、実況プレイよろしくお願いいたしまーす。ということで、まあ、先週から始めました、この実況、ポケモンサン&ムーンの発売マニー、マニー、向けて、やっていこうじゃないかというね。最後の最後、楽しんでいこうじゃないかという、まあ、この実況でございます。毎回毎回テーマを決めて、まあ、パーティーを組んで、まあ、適当に楽しんでいこうじゃないかという、今回のこの企画。男子3回は、こちら第6世代統一、まあ、ポケモン XY に始まり、オーラスに終わり、まあ、約3年間、まあ、楽しませていただきましたよ。もう僕もね、多分、久々ですね。初代以来ここまでがっつりやった世代なので、もう超思い入れの深いね、まあそんな世代になったわけなんですが、まあその第6世代の中で、まあ第6世代ポケモンの中で、まあボックスの中にいるポケモンの中で、あ、こいつ強いんじゃねっていうのを並べただけのパーティーです。はい。コンセプトとか特にない。まあ、個人的にはね、まあ嫁ポケでもあるビビオンちゃんが、まあいますか。ね、なんだか、なんか、すごいね。XY 初期から一切技も変えず、努力値ぶりも変えず、型も一切変えず、なんだかんだある一定の活躍をずっとし続けたこのビビオンちゃんね。いや、すごい。本当にすごい。はい。で、ゴーガーでしょ?アローでしょ?ガルドでしょ?ニンフィアね。ニンフィアってあんま使ったことないんですけどね、僕ね。一応ボックスの中にいてね。で、あと、ニャオニクスですね。これ脱出ボタン、起点作りのやつですね。はい。ちょっとやっていこうじゃないかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。まあ、メガ進化いない分ね、ちょっとまあ、多少、こう、能力値やらなんやらには、難があるかもしれないですけど、まあその分、結構強力なメンツ揃ってるんで、ちょっと今日も今日とて頑張ってやっていきたいななんていうふうに思っております。よろしくお願いいたします。来た!アメリカ・イリノイ対戦、よろしく、お願いいたしまーす。ほう。何ですかね。なんか硬そうな、やばそうな、そんなパーティーですけど。お相手の方のパーティー。リザードン、ミロカロス、不思議花、ニンフィア、マニューラ、グライオン。なんで一瞬口ごもったの?ほう。結構まあ、レート1700ぐらいに平然とのさばってそうな、そんなパーティーですよね。そうだな。まあ、とりあえず、やっちゃう?この、ニャオニビビオン構築の真骨頂でもやっちゃいます。恐ろしいっすよ。マジ恐ろしいっすよ。で、どうしたらいい?ガルドだな。グライオン、いや、グライオンすっ飛ばすんだったらニンフィアでいい。ニンフィアでいいか。ニンフィアとグラ月光河だったらどっちがいいんだ。ニンフィア対決になる可能性もあるからニンフィアの方がいいのかな。はい。行きましょう。対戦よろしくお願いいたしまーす。見てみなさい。これが、ニャオニビビオン構築。俺が最後の最後まで、明かさなかった、第6世代の証。行くぜ!いけ!ニャオニクス!ニャオ!かわいい。でも、オスです。ウェブウェブ。あ、まあまあ、そうです。マニでしょうね、まあ。とりあえず、何をするかっていうと、まあ一番最初に、あくびを打つんですよ。あくびを打つんですよ。これさ、ニンフィアの、ニンフィアじゃねえわ。マニューラのつぶてで落ちたっけビビオンって。辻斬り、痛い。死んだ。急所つぶてで落ちたっけな。そこだけがすごい不安なんですけど。どうしようかな。なんか落ちたような気がしないでもない。ニンフィアにしよう。ガバガバ。さあ、積むと思うだろう?積まねえから。ハイパーボイスぶっぱしまくるマンだから。いいんですよ。グライオンだって出し方次第では、レーピーだー?そんなんでニンフィアちゃんが落ちるとでも思ってるんですか?ピムピー!ほう、タスキー。だがしかし、相手のマニューラは、ここで眠ってしまうことが確定した。さあ、そうなってしまったら、どうなるんですか?どうなるんですかねですかぐぐ眠っているさあ、とりあえず、ここで次のポケモン何が出てくるかがすごく大事。ええ、リザードン、グライオン以外のポケモンが出てきたらもう勝ちです。はい。
もうこの時点で勝ちは確定している。さあ、誰が来るんだ？誰が来るんだ？誰が来るんだ？リザか？それともグライか？いや、ここは、ニンフィアだから毒タイプの不思議花あたり？ミロティックだー？ミロティックだー？なるほど。特殊受けということか。よろしい。ニンフィアちゃんの毒々当たりませんよ、そんな技！ピーほう。特殊受けに対してこれだけのダメージを入れていくってえげつないですね、このニンフィアちゃん。ミロカロスに対して、メガネハイパーボイスってこんな入るんですか？自己再生！ほーん、PP 切りを狙ってくる。いいですよ。そういう立ち回りをしてるんだったら、ひたすら、ピー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 言いますからね。ピューピ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 ー泣き続きますよ、私は。おー、ちょうど50のラインの、ね、前後ってとこですか。いいですよ。ひたすら付き合いますよ、僕は。いいですよ。これ多分、何ターンかかるか分かんないですからね。毒々。いいんですか？ここで毒々打っちゃって。急所当たっちゃいますよ。急所当たっちゃったら、抜いちゃいますよ。いいんですか？当たらないんですよね。知ってます。大体僕の確率っていうのはそうなんですよ。でももう一回くぐらなきゃいけない。12分の1という確率。この確率を、もう一回、お前は、くぐらなきゃいけないんだよ。くぐったところで、その後ろに待ち構えている、真のエースポケモンに、そのミロカロス、太刀打ちできるのか？ミエーあれでしょうね。なんかニンフィア、声ガラガラになってるでしょうね。多分。すごい。だって、どのポケモンのニンフィアもさ、基本ハイパーボイスぶっぱするじゃないですか。多分、こんな可愛い見た目してて、喉ガラガラでしょうね。多分、しゃがれまくってるでしょ。どのニンフィアも。みんな声藤波辰巳みたいになってる。間違いない。かわいそうに。なんでそんな技構成になってしまったんだが。さあ、一見、振りそうに見えたところで、もうすでに相手の道具もバレている。素早さもおおよそバレている。そんなところで、おっ、ここで回復してくる。おーん。なんか、ここまで来たらあれですね。逆に、もう、そのまんま、急所にも当たらず。まあ、急所当たっても多分、そんなに、ダメージ入らないと思うんで、ギリギリ落ちないと思うんで。よし。まあ、いいでしょう。ニンフィアちゃん、いい感じの仕事をしたんじゃないかな。そんな感じは、しますけどね。さあ、完全に、起点ができてしまった。そんなところじゃないんでしょうか。これが、第6世代、最強ポケモンの、何たるか、お見せしよう。はい。さあ、ここで、もし、ほーん、バナが残っていない。もうこれでバナが残っていないのことが確定しましたよね。それが唯一のあなたの勝ち筋だったんですけど。もう残念ながら、もう、私の勝ちは決まったようなものですね。さあ、まあ、身代わりして、もう 98% 僕の勝ちです。いや、厳密に言ったら 97.3% ですけど。97.3% の確率で私の勝ちです。あなたの勝ち筋、2.7%。さあ、この勝負。乗るか、しそるか、ポルカ踊るか、どうするか決めなさい。キリン。さあ。いやー、どうしよっかなー。あ、引っ込める。さあ、誰が。お？あー。まあ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 、そうなりますよね。そうなりますよね。そうなると、ここが、勝負の分かれ目なんですよ。タクですね。ここ悩むなー。ここ悩むな、マジで。ここね、いや、毒発動させるのは別に何ら問題はないんですよ。で、一枚してるんで、グライオン、突破、ここどうしよっかなぁ。いや、ここ暴風だよね。僕一択ですよね。グライオンはさっさと、まあ、平等院ですよね。93% 外れるって、なかなかないですから。7% 引かないですから。なかなか世の中っていうのは。対戦ありがとうございました。あぶね。
あぶねマジで。よかった。ニューヨーク、アメリカ、対戦、よろしくお願いいたします。おお、かわいい。初代統一と、初代第二世代統一ですね。うん。相手の方、パーティーご紹介。左上、ダグトリオ、サンダース、オーダイル、ミルタンク、パルシェン、鳥、以上。はい。どうしますか？結構素早さ高い？上2体意外と早いっすか？パルきつくない？でもガルドいる？でもガルパル、どうなんだろう？ガルド出しとけばいいか。そうっすね。そうっすね。ダグって意外とね、難しいんですよ、処理の仕方。難しいなぁ。どうしようかなぁ。どうしようかなぁ。ニャオアローとかでいきます？ニャオアローガルド？はい。でもダースきつい。てか、ダースきつくね？待って、俺のパーティー、ダースきつい。てか、電気取り良すぎじゃね？今更なんだけど。絶対初手ダースじゃん、これ。ミャオン。チャットと。鳥だ。鳥だわ。鳥なんで、どうしようかな。鳥か。あくびで起点、あくびで起点作るべ。とりあえず。素直に。ね。壁も張れる。あくびもできる。そんな、かわいいかわいい。痛い。この私動じませんけど、みたいな、そんな、立ち回り。さあ、脱出ボタン発動していく！これにより、我がエースポケモン、起点が、起点よ。完全なる、無償降臨。ガチで一軍でも使ってた、ファイアロー。ファイヤロー、ファイヤロー、やばい、ファイヤローが、剣舞をして、上からブレイブバードでぶっ刺すだけのゲーム、ルル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 ル
聞かないんですよ、そんな運ゲー。しかもあれでしょ、第7世代から混乱弱体化するんでしょ。もうファイアロー様のね、天下っつってもね、過言ではないわけですよ。わかりますか、このタイミングでブレイブバード打ちます。はい、なぜならなんだと引かない、引かないだしかもタスキじゃないの引かないだなんだと、何タスキパルか、タスキパル、何ダースだー、受けられるとでも思ってるのか、サンダースごときに。うわー、ファイアロー様の剣舞積んでるブレイブバード、青空プレートブレバだよー。イエース。まあ、初代最強と言われたサンダースにもファイアローの前ではひざまずくしかないってことですね。あ、まあ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 、まあ、ラス1勝負ですから。どうしよっかなーどうしよっかなー、済ませる、いや、壁張る、壁張ろう。だってこいつ最後に、ダグトリオラスト、マジ。パルだと思ってた、完全に。マジか。ダグさんじゃないですか。ハゲてますよ。とりあえずリフレクター張るわ。何してくるんだろう。不意打ち？あ、かわいい。なんだろう。まあ、とりあえず、はい、リフレクターピン。あ、リフレクターじゃい、あ、いや、リフレクター貼っとけば、自信耐えるから、ガルゴ。殴って勝ちじゃない？はい。あとは、あくびして、タイヤリ裏ボルト。はい。これいいじゃないですか。あくびしない方が良かったかもしれない。爪研ぎ、ほう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 。ダグでしょ？一応、助け潰ししとくね。これ、大丈夫でしょ？多分大丈夫だよね。
いや、ダグは意外とこう見えて何にもないから、素早さ以外何にもないから、マジで。俺ダグトリを一時期初心者講座使ってたけど、本当に不意打ち。ほう、タスキ潰させず。だがしかし、ここでダグトリを眠ってしまう。しかもこちらのリフレクターまだあと2ターンぐらいある。つまりガルドが突っ跳ねればそれで勝ち、そういうことですよ。どうするんですか。不意打ちとか飛んできても別に僕はどうでもいいですよ。まあ、まずここはもう安定シャドボですよね。安定シャドボー。これ先制技影打ち打つ必要あんまないですよね、多分。たくさえちゃんと間違えなければシャドボで十分なはずなんですけど。あ、大さんありがとうございました。タスキ誰持ってたんだろう。結局誰か分かんなかったんですけど、パルだったのかね、やっぱり。対戦よろしくお願いします。は？は？何その名前。ディアンシーやばい、ちょっと本物臭が割とするパーティーなんですけど。ちょっと本物臭するんだが、はい、左上からランクルス、ニンフィア、ディアンシー。なんでニョロトの入ってんのこのパーティーに。サーナイト、ミミロップ。なるほど。そうっすね。そうっすね。そうっすね。あー。ま、ミミロップは無理だよな、このパーティー。出てこれないでしょうね。トノは考えなくていい。ディアンシー、ディアンシー、俺待って、ディアンシーの特性がわかんない。なんだっけ、ディアンシーって忘れた。あーてか、しかもあれか、ランクもいるのか、ランクいるのか、ビビオン刺さらないか、これ。結構刺さりにくい気はしないでもないな。ガルドと、アローと、ニャオニクス入れるって感じ。まあ、基本に立ち返るか。やっぱ、ポケモンといえば、初手ガルドですよね。月光河の場面ね。なんか、メガガルとか来たら月光河初手で投げようと思ってたんですけど。対戦お願いします。なかったですね、そういうタイミングは。まあ、やっぱり、第6世代といえば、初手ガルドですね。XY の頃は、ド安定中のド安定なんて言われた。なんか変なボールから出てきたよ。大丈夫そのボール。そのボールのその差はないと、僕はあんまり知識ないんでわかんないんですけど、大丈夫ですか。どういうサーナイトなんですか、それ。とりあえず、まあ、ラスカでいいかな。とりあえずラスカでいいでしょう。はい。オニビー、残念。物理、ガルドでした。熱い。さあ、シャドボでも、ラスカでも、どっちでも一緒ですが、できればディアンシーが出てきてほしい読み、ラスカ。ほう、タスキー！ほーん。ほーん。どうしようかな。どうしようかな。不意打ちとか持ってましたっけ。サナって先生技持ってるイメージな。でも影打ちはあるんだよな。影打ちあるんだよな。一応。影打ちなかったっけ。影打ちあったような気がするんだよな。そのなんか、不意打ちゲンガーのこと考えてるぐらいなんか、いるって感じなんだけど。いるかな？道連れとかある。あー、道連れの方がたく、多い。あ、まあ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 。ミミロップ、なるほどね。つかされていく。さあ、ここ悩みどこっすよね。肝っ玉で普通に突っ張ってくる可能性も全然あるし、だからっつってバックするのも、なんかよくわかんないんで、まあ、まあ、ここ禁止張るの全然バレバレですよね。積み技、グロパンぐらいしかなかったと思う。身代わり張るか、身代わり張ると、身代わり張られるか負け筋。身代わり張られて、後ろ止まらずに負けるのはすごい見える。メガミミロップだし、こいつ。だからっつって、ガルド、あー、どうしようかなー、これ。あ、これねー、悩む。アロで突っ張ねる安定だな。そうしよう。
ラスカ。身代わり貼られるのが一番悪し。てか、身代わり貼られたら負けだから。ここはもう、禁止読み、身代わり読み、はい。ね。それが一番僕の負け筋なんで。そう甘くはないですよ。さあ、めんどくさい感じになってきた。さあ、めんどくさい感じになってくるぞ、これ。とりあえずなんで、もう、ここは身代わり見れたんで、もうこっちからすると、身代わりを残さない立ち回りをずっとしてればいいっていうだけの話ですかね。はい。身代わるねー。身代わりますねー。身代わりますねー。なんかあったっけ、なんか。ジタバタ的な技。HP が少なくなると、どうたらこうたらみたいな技あったかなー。あんまり覚えてないんですけど。もう全然、後ろにアローいるんで、ラス1、いやー、ニンフィアちゃんとかが来ちゃうと、カゴニンフィアちゃんとか来ちゃうとちょっと怖いっすかね。ランクが防塵だったりすると、ランク防塵って確かありましたよね。確か。防塵、なんだっけ、防塵あるよね。だと、まあなんかいろいろありそうですけどね。はい。いろいろありそうですけど。さあ、ニョロとの、ラスイチとの、ほう。なるほど。なるほど。との、いや、短期とのは分かんないよ、俺。短期とのは全然分かんない。うん。これは、急所。どうしよっかなー。これでもさ、禁止貼って、どうたらこうたらしたところでもう無理だよね、さすがに。さすがに無理だからいいや、シャドウで。さすがにここ捨てでしょう。はい。はい、ぽよん。よーし、ラッキーラッキーラッキー。あ、これ勝ちましたね。勝ちました。このハイポン外しはもう確定勝ちです、これ。はい。あとアローで上からボンボンボンって勝ちです。はい。あ、ありがとう。いいところで倒してくれましたね。ラッキー。あと勝ちでしょ、全部。ビビオン出すまでもないんじゃない、これ。あとないでしょ。あと、勝ち筋。まあいいっすよね、プレバでね。対戦ありがとうございました。はい。大丈夫です。勝ちました。オッケー。なかなか手応えのある試合させていただいた。まあ、僕の読みでがっつり勝たせていただきましたがね。そんな感じ。いや、第6世代統一ね、強い。普通に強い。意外と、このパーティー1800ぐらいまでだったらいけるんじゃねえって、ちょっと今使ったで思いましたけどね。はい。ということで、今日はここまでです。また明日もポケモン動画上げたいと思いますんで、ぜひお楽しみに。明日はあのパーティー使います。以上、モスキーでした。また明日。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。もう最近寒すぎてやばいですね。僕はね、この季節メンズタイツってのを履いてるんですよ。めっちゃあったかいし、めっちゃ気持ちいいし、最高。みんなも買ってね。ではまた明日。まあったかくして寝ろよ。